落語の目黒のさんまにちなみ、さんまを無料で振る舞う目黒のさんま祭りが、今年も品川区の目黒駅周辺で開かれました。台風の影響でこのように雨が降っているのですが、サンマを楽しみに待っている方がこんなにたくさん並んでいらっしゃるんです。目黒のサンマ祭りは2つあり、今日の品川区側と18日に開催される目黒区側です。今年は東日本大震災で被災した岩手県宮古市から毎年無料でサンマが提供され、被災に見舞われた今年も7000匹が届けられました。そのため、毎年のさんま祭りのキャッチフレーズ、食べて笑ってお代は無料から、お代は募金箱へに変え、義援金を呼びかけました。宮古が漁港として、魚の町として、絶対に復興するぞと、我々もそれを受けて、じゃあ、宮古の復興のために、少しでも役に立つようなさんま祭りをやろうと。おいしかった。さんまさん好き？そう。一回食べたことある。今年ちょっと地震の影響で食べれるか不安だったんですけど、今年も美味しいサンマが食べれて満足です。頑張り日本じゃないですけど、復旧に拍車がかかればいいなと。今日1日で2万人もの人が集まり、香ばしいサンマの味と香りを満喫していました。